はい、こんにちは、M です。今日はですね、キプリスの2つ折り財布を紹介します。まずは全体をざっくりお見せしていきたいと思います。まずパッと見はですね、ちょっと手帳のような感じのお財布になっております。で、ここに1つポケットがついてまして、中を開けるとこういう感じで、左側にカードポケット、そしてお札入れが2箇所、そしてこちらに小銭入れと、そういう作りになっております。外側と内側それぞれ分けて紹介していきたいと思います。まず外側です。外側はですね、牛革が使われておりまして、サイズがですね、縦 15.5cm、 横 10cm、 厚みが 2.8cm となっております。で、非常にツヤのある美しいレザーが使われています。こちらは本体の色黒なんですけども、光の反射でですね、こういうふうに非常に美しい光沢があります。で、比較的傷は割とつきにくい素材なのかなという印象を受けます。で、外側にですね、ここにポケットが一つついております。で、カードこういう感じでここに入れることができますので、よく使うカードなんかはここに入れておくといいのかもしれません。ただちょっと深いので一回カードを入れるとちょっと奥の方に入っちゃいますね。なのでこの辺はちょっといろいろ使い方工夫が必要かもしれません。そしてファスナーですね。ファスナーはシルバーのファスナーになってまして、 YKK のジッパーが使われております。非常に動きもこういうふうにスムーズですね。こういう感じで非常にスムーズに動きます。ファスナーの持ち手ですね、結構重いですね。ゴツッとした非常に重量感がある、いい意味で存在感がある、そんなファスナーです。こう見た時にね、ファスナーがいい、ファスナーの持ち手がいいアクセントになっているんじゃないかなと思います。これが一つついてるだけで一気に、なんか高級感が増す気がします。で、必ずもちろん財布を使う時はこう持つことになるので、これぐらい大きくてね、持ちやすいと便利かなと思いますね。この大きさに対して、この持ち手、実は結構最適な大きさなのかなというふうにも思います。で、こちら側はですね、ポケットがあって、逆サイドには特にポケットありません。至ってノーマルな、レザーになっております。で、上から見るとこういう感じになっています。 L 字の2つ折り財布なので、上側がですね、こういうふうに開いてるんですね。なので閉じた時に上からこういう感じで見えます。内側のレザーがですね、こういう綺麗な色なので、今回はまあこのブラックの色なんですけど、このコントラストが非常に綺麗なんじゃないかなと思いました。で、縫製については非常に細い糸が使われています。で、こう見た時にほとんどあまり縫製の糸が全然目立たない感じですね。なので結構フォーマルな感じです。スーツとかにはね、非常にバッチリ合うんじゃないでしょうか。またこのジッパーがシルバーなので、それも特にね、フォーマルな印象を与えるかと思います。はい、続いて内側を見ていきたいと思います。結構変わった形をしてますよね。結構 L 字の財布ってこれの半分ぐらいの大きさのものが、これぐらいの大きさのものが多いんですけど、結構大きいので収納力も、抜群です。カード入れは全部で5枚あります。こちら左側ですね、1,2,3,4,5 ということで5枚入ります。後ほどカード入れていきます。で、実はこのポケットがね、結構あるんですね。カード入れ以外のポケットがこういう感じで1,2で、小銭入れの内側もこう入るので3箇所あります。で、上側、こちらはお札入れになってまして、1箇所2箇所という感じで、お札入れも仕切りがついてますので、お札の種類によって入れる場所を変えたりとか、あるいは領収書とお札という感じで部屋を分けることができます。なので支払いの時などね、お札を出し入れする時に、仕分けができるので非常に便利かなと思います。で、カード入れの左側にですね、ここにキプリスというロゴが入ってまして、その下にはですね、リガショルダーということで、このレザーの種類がここに刻印されています。フルベジタブルタンニンレザーと書いてあります。あと栃木レザーですね、という感じで書かれています。で、お札入れ右上にメイドインジャパンということで、日本製ですよということが刻印されております。で、細かいところを見ていきますと、カード入れのですね、この一番下の部分だけはちょっと曲線がこう描かれてるんですね。ちょっとここに遊び心があります。それ以外の部分は全部まっすぐなカード入れになっています。で、内側の縫製はですね、このレザーの色と同じ色の糸が使われているので、フラットな印象を受けます。
で、お札入れなんですけども、上の部分はこう直線になっているんですが、下の部分はこうちょっと曲線になって、こう段差になっているんですね。なので、左手でこう持って出すときに、ここが広くて、出し入れしやすいと、そういう作りになっています。これは細かい、作り込みがいいなと思います。で、小銭入れなんですけども、結構この持ち手は小さめです。で、ジッパーはね、若干硬いかなという感じがあるんですけども、もちろん片手でこう楽々開閉できますので、特に問題はないです。小銭入れなんですけども、ここちょっと、狭めですね。ここにマチが左側にこうついてはいるんですけど、やっぱりこの構造なので、小銭入れの、開き方は結構小さいです。後ほど小銭入れていくんですけども、おそらくあんまり枚数は入らないかなと思いますね。はい、ではカードを入れていきたいと思います。ここに合計10枚ありますので、入れるだけ入れていきたいなと思います。まあ、入れた感じはですね、非常にこう内側が柔らかいんですね、このレザーが。なので、一番最初の使い始めにもかかわらず非常に柔らかくて、入れやすいです。ここはあの使ってて非常に気持ちのいいポイントかなと思います。こういう感じでスムーズに入っていきます。今5枚入れた状態だとこんな感じですね。で、一般的なキャッシュカード、クレジットカードの厚みなんですけども、5枚入れた状態でも出し入れはスムーズにいきますね。やはりここが柔らかくて、使いやすいなと思います。で、深さなんですけども、ちょうどカードがいい具合にちょっと飛び出るぐらいの深さなので、この辺は絶妙かなと思います。で、あと側面ですね、ここにも一応カードとか、ちょっとしたもの入るので、こういう感じで入れることもできます。ただまあ、ここはカード入れというよりは、ちょっとした何か別のものを入れたりということもあると思うので、この辺は使う人のアイデア次第かなという感じですね。で、もう一個こちら側のポケットにもカードが入ります。で、あと小銭入れのこちら側にもカードがこういう感じで入ります。こんな感じですね。なので、こちらに5枚、 1,2,3 枚なので、全部で8枚ぐらいですかね。で、外側も入れて、ここももし使うのであれば9枚、なんとか詰め込んでも10枚ぐらいが限界かなという感じがします。あんまり入れすぎるとやはりちょっと厚みが出て使いづらくなってしまうので、やっぱり最適な枚数としてはやっぱり5枚ぐらいかなと思いますね。はい、続いて小銭入れていきます。100円玉、10円玉、1円玉、500円玉、全部で10枚ですね、入れていきます。はい、入りました。こうやって見る限りは特別見にくいという感じはないです。ただやはり、開口部がそんなに広くはないので、出し入れはですね、まあこれぐらいであれば問題ないんですけど、ちょっと出し入れはしにくさは多少あるかもしれません。なので、頻繁に小銭をメインで使うような人には、あまりちょっと向いてないお財布と言えるかもしれません。まあ、こう見た時に500円玉と10円玉と1円玉と区別は割とつくので、実用面ではそんなに問題ないかなと思いますね。小銭のですね、内側、ちょっと映像だと伝わりづらいかもしれないんですけど、内側は豚の皮になってます。すごく柔らかい素材ですね。なので、まあ外側と内側、小銭入れに関しては使われている皮がちょっと違いますよということです。で、小銭10枚入れた状態でこんな感じです。外側にはあまり響いてこないので、10枚ぐらいであれば問題なく使えるかなと思います。で、閉じた時もね、全くこう問題なく閉じれますので、もちろん外側に響いてくることもありません。で、これが20枚ぐらいになってくると、やはりここに小銭の跡が結構くっきり浮かび上がってきちゃうんじゃないかなという感じですね。まあ、10枚ぐらいで使うのが一番ベストかなと思います。はい、最後お札ですね。3万円と5000円札、1000円札、合計5枚入れていきます。はい、こんな感じでお札が入りました。で、出し入れに関しては全く問題ないですね。まずここの内側のレザーが結構柔らかいので、非常に開きやすいです。なので、開口部は結構広めですね。縦の分ですね、丸々お札入れ深くなってますので、お札が結構深くに入れようと思うと結構入るんですね。今一番奥まで入れるとこれぐらいです。手前にこれぐらい余って奥にお札が入っているので、
ちょっと出すときに奥に入れすぎてしまうと若干取り出すのに微妙な遅れが生じるかなと思います。まあ、特に問題ないんですけど、もし入れるのであればちょっと手前めに入れておいた方が、こんな感じですかね、ちょっと見えるぐらい入れておいた方がいいかなと思います。あんまり奥まで入れるメリットがそんなにないので。反対に言うと、お札はちょっと奥まで入ってしまうので使いづらさあるかもしれないんですけど、もっと何だろう、支払いの領収書とか明細とか払い込み書とか、そういうのを入れておくときには結構便利かもしれないですね。あとはまあはがきをね、ポストに出すまでにはがきをここに一旦入れておくとか、なんかそういういろんな使い方ができるサイズ感かなと思います。そういう意味でこの深いお札入れは結構便利ですね。でもう一つ外側にもあります。特に構造は一緒なので、お札を入れた時はこんな感じで普通に入ります。で若干ですね、ここの開きやすさとこの開きやすさがちょっと違いますね。やっぱりこの一番外側のお札入れはここの皮がちょっと固めなので、こう開いた時にこっちとこっちで開きやすさが若干違います。まあそんなに大きな差はないんですけど、内側の方がやはり開きやすいです。だってメインで使うお札なんかはここに入れておくといいのかなと思います。領収書とかね、ちょっと取っておきたいものとかは外側に入れると、そんな風に使い分けると非常に快適に使えるかなと思います。今すべてフルで入れた状態でこんな感じです。閉じるとこういう具合ですね。特に膨らみもなく、何も入れてない状態と全く同じレベルで使えます。まあ、ファスナーでちゃんと閉めるのでね、膨らみはまあ元々そんなに出ない構造にはなってるんですけど、特に外に響くこともないので安心して使えるかなと思います。こんな人におすすめというポイントについては、ちょっと大きめのお財布が欲しい人で、あとお札入れを仕分けたい人、複数のポケットがあると便利だなと思う人、あとはカードもね結構まあまあ入りますので、カードを割と多めに使う人はこういうお財布いいかなと思います。あとはちょっと変わったね、他の人とは違うお財布の形を探してるよっていう人にも結構おすすめです。あとは結構フォーマルなので、ビジネスで使う時なんかもこのお財布は結構おすすめですね。反対に言うと、さっきお伝えした通り小銭入れがちょっと小さいので、小銭をよく頻繁に使うよっていう人にとっては少し使いづらさを感じる部分があるかもしれません。はい、こちらの商品概要欄に詳細リンク貼っておりますので、チェックしてみてください。こちらの動画少しでもお役に立ちましたら高評価ボタンいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。